どうもラムです。ラムズッキュン、今回は外でロケでございます。前回サンガーさんからいろいろ教えてもらったんですが、今回は食べ物をね食べようかなっていう感じでございます。こちら週刊プレイボーイ1920合併号のロケで私が無理やり頼んで撮らせていただきました。よろしくお願いします。でも頑張ってね、薪も集め、はい、水も汲んで、しかももうあとは箸も作り食べるだけというか、あと注ぐだけですから、はい、ちょっとこのカップ麺を先生いいですか、はい、私持ってきました。自然界にあるものだけでここまで今すごい、ね、カップ麺だけは自然界にはないので、ちょっとごめんなさいですけど、はい、それはよいしょ、すげえとよいしょ、あ、先生、私ちょっと大好きなウインナー持ってきちゃいました。あ、それも焼きましょうでかいウインナーとごつ盛りを、はい、じゃあそれちょっとセットアップしてください。もうお湯はできてるんで、あとは注げばもういいです。オッケーです。はい、じゃあ注いじゃっていいですか。はい、お願いします。はい、じゃあ、ですね。はい。おー、汲んだ水をあともうちょいか。こんな感じ。はい。はい。大丈夫です。ありがとうございます。うわ、自然のものでカップラーメンとか、趣がすごいよ。もう一段と高級品になりました、これが。そうだよね。水道水じゃないのって美味しいんですよね。実はミネラルがたっぷり入ってて。うん、飲んだことないかも。で、ソーセージも、焼きます。今ね、焚き火が、置き火って言うんですけど、はい、もうだいぶ炎が見えてないじゃないですか。見えてない。でも、これは今炭がですね、実は炎が見えてるより温度は高い場合もあるんですね。この置き火の方が。遠赤外線っていうのがすごい出ていて、はい、目では見えないんですけど、はい、こう物を焼くのには一番ベストな、バーベキューの要領か。そうだね、焦げない、焦げない、で中までしっかり火が焦げ、まあ、焦げないというと語弊があるけど、炎で焼くともうすぐ表面だけ焦げちゃうでしょ。これは中までしっかり火が通るので、じわじわ焼くのにちょうどいいですね。ここに乗っけて、ここにソーセージを、はい、やってみましょうね。先生、これナイフで切ってもらったりできますか。はい、いいね、ハサミじゃなくてナイフですから何にでも使える。ありがとうございます。これは普通に私の箸で、はい、おお、持ちやすい。いきます。まだ温まってなかったか、うん、そう、鉄板がまだね。でもまあ、乗せておけば先生の分も。あ、先生、それ先っちょ変わってる。そう、今ね、火を吹くバージョンじゃなくて、このフライパンバージョンに。すごい。これで自在にこう、持ち運びも。いや、いいなそれ。このお皿がね、鉄のお皿なんですよ。はい、なので、こうやってもちろん熱いのをそのまま手に持っちゃったら熱いですけど、はい、でも冷めづらくて、はい、まあ、調理にも使えるっていう、本当にちっちゃい目玉焼き1個2個焼くのがすごい、はい、スキレットと比べてやっぱ軽そうだし。そうだね、僕キャンプの時は必ずこれを持っていってフリスビーで焼きます。ダメダメダメ、投げちゃダメ。太い木は全部炭になってますね。うん、熱そう。こうなると割とコントロールがすごくしやすくて、はい、もう一回ボワッと燃やしたいときはもちろんこれの上に燃料を乗せて、はいはい、で空気を吹き込んでやるともう一気にワッと燃えるし、はい、まあ、このままじんわりと何か焼き物に使いたいというときは、うん、焚き火のなんかこう変化していくんですね、こういうふうに、うん、なんかすごくこう若々しく燃えてるときもあれば、はい、今は割といい、ちょっと中年的な、中年僕的な感じな、もう落ち着いた、だんだん熱が、はい、箸いいね、なんか使いやすそう。使いやすいです、うん、先が細いの、角もちょっと取ったんで素晴らしい。おいしそう、
いつも見るウインナーじゃないぞこれ。ラーメンは測りました、ね、やっぱワイルドにもう感覚で感覚で言ってます今。多分まだでも分かんない。オープン。じゃじゃーん。ペタもかわいそう。ちょっと痛い。あ、すいません。テーブルがかわいいテーブル。ありがとうございます。はい。まさに。かわいいテーブル。これは持参。持参。いろいろあの作業台に使うんですよね。テーブルにもなるし椅子にもなるし。はい。これは買ったやつですか。いやいや、それもあの赤松をカットして、はい、ちょっと表面をガリガリと磨いて。すごい。かわいい。家のオブジェとかにもできそう。よいしょ。わあ、これはただのカップ麺じゃないな。自分で起こした日のミネラルたっぷりのカップラーメン。おお、カップラーメンになってます。じゃあさ、お先にいただいてもいいですか。どうぞ、もちろん。おお、すごい直火。早い。いただきます。どうぞ。スープから。うわ、うまーい。全然違う。これよく食べるけど、なんか高級感が。本当。いや、いいな、こう皮見ながら食べるの。でもあの恵みでラーメンですからね。うわ、本当になんか あれですね。地球に感謝というか。いや、本当ですよ。燃料もすべてここからいただいたもの。今人工的なガスも使ってない、電気も使ってない。そうそうそう、全部自分たちの調達で。うまっ。川でカップラーメン食べたことない。いや、美味しい。全然違う。家じゃ味わえないや。なんかラーメンもよくアウトドアで凝った料理作る人多いじゃないですか。はいはい、なんかいますね。よく見ます。私もまあもちろんそれもいいんですけど、はい、ラーメンってなんか普段お家でまあこうインスタント食べてるから余計違いが分かるっていうか、はい、日常より今まさにそう、はい、じゃないですか。一番分かる。いつも食べてるから。ここでなんか高級な肉食うとはうまいの当たり前だよなって思うけどまあスーパーで安いお肉をあえてラーメンっていうのがいいやね。やばー、絶対美味しい。ビール自然界にビールはない。ビールはない。さすがに一から作れない。いいですね。石に置くのもいいですね。もうこれ余熱であとは焼けちゃうんで。うわー、すぎない。ぜひラーメンの上に乗せて、うわ、トッピングで食べてみてください。いいですか。じゃあ炭火焼きで。炭火焼き、はい、よいしょ。乗せてもろて。はずかろうはずがない。うまアメーゼ。なんでこうウィンナーって合うんでしょうね。本当だよね。うま。僕も結構ねコンビニで調達することが多いんですよ、食材を。で冷凍餃子ってあるでしょ、はい、あれ、ありますね、5個ぐらいでちっちゃいパックに入ってるやつに、うん、要はこういうのにちょうど乗っけてあのちょっとずついろんな種類食べれるじゃないですか、はい、でそうコンビニエンスストアって意外にあのみんな少量で売ってるから、うん、なんかそういうのをつまみに焚き火してなんかチコチコ食べながら。うわしかもこれが夜ってなるとまた違いますよね。まあ、火のありがたみもあの温かいしね、うん、うわちょっと私手出しちゃうかもプライベートで。
もうでもキャンプのもうこの火が起こせるようになって、まあなんか川の水をちゃんとあの安全に自分が、はい、そうやって加工っていうか煮沸して調理に使えるようにもうすでになってるから、はい、テント建てるとかそんなのあんま難しくない、簡単なやつ、説明書読めば一番難しいのが今の火を扱うとか、でももっと奥深いは奥深いんですよね。もっとありますよね。今日の天気はこんなでですけど、例えばこれが冬の場合どうすればいいか、雨が降ってる時はどうすればいいか、風が強い時はどうすればいいか、その日その日によってテクニックが変わっていく、はいはい、それが面白いんですよね、アウトドアとね。なので四季によって全然違うってことですね、やることは、まあ、今日はこの感じです。ただでも本当基礎中の基礎だし、知っとかなきゃ危ないっていうことも知れたんで、やっぱり、まあ、僕も一番大切にしているのはやっぱ安全にあの全てができるということ、はい、で安全にできないと結局一回一回何かこういうことやって怪我してたらもう話にならない、怖くてできなくなっちゃうんですよ。常に、ちゃんとお家に安全に帰れるっていうのを前提にこういう遊びをするっていうのがすごく大切なので、はい、まあ、さっきの火のことにしても風向きのことを考えたり、周りに燃えそうなものないかとか、はい、まあ、それだけじゃなくてこれキャンプ場でやってるともう煙自体がね、他のキャンパーの人も結構行ったりとかもある、いろんなところに気を使わないといけないですよね、実はアウトドア。あとやっぱ自然に気を使うと、そうだね、まあ何よりそこですよね、はい、だってもうこの時点で道具もすごい少量でここまでできたから、そうだよね、もうほんのちっちゃいパックになんかこういうのって全部詰まりそうじゃないですか。そうそう、本当バックパック1個あれば、あとは現場でいろんなものをそうやって探して、はい、まあ、川の水も森も使えるってなると、でこれなんか石でしょ、川石自分で持ち込んだものって本当に少ない、ね、これで生きていけんだ、うん、すごい、まあ、これなら私も始めそう、まず一泊はしないで一人でこういう風にやってみて、なんか遊んで、うん、それすごくデイキャンプって言うんですけど、デイキャンプ、うん、まずはそのなんかあの夜越すっていうのはやっぱりどうしてもこう装備もかなり倍以上になりますか、ね、うん、寝袋が必要とか、まあ、当然雨の降る可能性もあるとか雨雲とかいろんな想定しなきゃいけないんですけど、その日ってその日帰るっていうんだったら多分本当にちっちゃいパックこういう、でもこういうのって技術がないと使いこなせないんですか、ね、確かに。それを何かこう学んでいくのはすごく楽しいことです、はい、まあまあ、YouTube もたくさん先生がいますから、先生いっぱいいるよく見ますもん私も、あの、ね、普段から YouTube 見て、はい、ありがとうございます。いやいや、でもまあこうやって直接体験することが何より全て大切だと思います。マンツーマンで教えてもらうなんてなかなかないんで本当に勉強になりました。今回は週刊プレイボーイさんの企画でロケ来させていただいたんですけど、サンガーさん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごく勉強になりました。いい体験が、このやっぱり最初が肝心なんですね。最初、本当基礎中の基礎でもこれだけでも十分楽しめたので、うん、本当に私ハマり、てかあの着火剤、あ、なんていうの、シュロ、あ、メタルマッチ、メタルマッチ、メタルマッチは本当に買います。これもナイフとセットになってるの、あ、ナイフとセットになってるんだ、うん、メタルマッチ本当に買います私、コツ覚えたからね、もうこれはやらない手はないですね、はい、うん、ありがとうございました。いやいや、また何か機会があれば、はい、よろしくお願いします、はい、エンディングにこれ。サンガーさんが3冊も本を出されているそうです。涼しくも5年前にキャンプの本を出したんですね。かわいい、はい、でこれそうです、これ結構なんかロングセラーで売れてるんですけど、はい、これどっちかというとファミリーとか車を使ったキャンプ、あ、いいですね、でこれが2年前に出したんです、はい、これアウトドアテクニック図鑑って言うんですけど、こちらはもう車も使わずザックに全部を詰めて、はい、もうすごいシンプルな道具で、テクニックでいろいろ、まあ、今日やったのまさにそんな感じ、はい、こう中級上級、そうですね、水のやっぱりろ過の仕方であったり、はい、火の起こし方みたいなこともしっかり書いてます、はい、でごく最近ちょうど今年が、2011年から10年、ね、東関東大震災から10年経って、はい、まあ、この、まあ、僕の今までのアウトドアのなんか
考えを防災に重ねて、はい、いやこれは本当にありがたいですこういう本キャンプと、まあ、防災っていう形で、はい、今コロナも結構一つの災害じゃないですか。そうですね。うちにこう共同生活ってなかなか例えば体育館の中で知らない人と一緒に寝るとかできない時代ですよね。そういうのに例えばテントも張れて、うん、食事も自分たちで作れてっていうその独立できるっていう意味でのキャンプをここの中では進めています。これもまあいろんな道具もそうですし、はい、今日やったかまどの作り方、あ、本当だしかもちょっと大きいバージョンだ。即席かまどの作り方とかね。でもちろん火の消し方とか消し方、片付けの後始末、二次災害起きちゃいますもんね、はい、まあ、こういうこともしっかりと、まあ、写真入りで分かりやすく書いてます、ね、すごい、はい、まあ、よかったらお求めください、はい、お願いします、はい、でも お子さんとかも教えてるんですよね。あ、教えてます。今小学生とか、幼稚園児にもこういう安全に使えるナイフの使い方とか、はい、子供たちってすごい素直なんで、うん、ちゃんと教えたことはしっかり守ってくれるんで、またこう大きくなったら僕みたいに誰かに伝えてくれないかなって。本当大事ですよね、うん、そういうこと。今この時代だし、自分で自分を守るじゃないですけど、うん、まあ、何よりキャンプ楽しいんで。そうですね。そう、楽しいっていう先にこういうことにも役立つっていうのはやっぱ僕すごい一石何鳥だと思うんですよね、うん、はい、うん、なので本当ぜひ皆さんにもなんかキャンプっていうのをこう生活に取り入れてもらいたいです、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日も見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。